バルビローリの聖歌サージョン・バルビローリはイギリスの指揮者、サージョンの愛称で知られる。本名はジョバンニ・バッティスタ・バルビローリ。イタリア人の父とフランス人の母の間にロンドンで生まれる。1916年、ヘンリー・ウッド率いるクイーンズ・ホール管弦楽団に入団最年少のチェリストとして音楽活動を始める。1921年には、 エルガーのチェロ競奏曲を演奏し、弦楽四重奏などの活動も行った。1925年、室内管弦楽団を組織して指揮者に転校。1936年、ニューヨークフィルハーモニックの主席指揮者に30代の若さで抜擢される。1943年、イギリスのハレ管弦楽団の音楽監督となり低迷していたオーケストラを鍛え上げて、 名声を博する。また、ヒューストン公共楽団の常任指揮者を歴任した。エドワード・エルガー、レーフ・ボーン・ウィリアムズ、フレデリック・ディーリアスなどのイギリス音楽、ヨハネス・ブラームス、グスタフ・マーラー、ジャン・シベリウスなどの後期ロマン派を得意とした。1970年、ニューフィル・ハーモニア管弦楽団との初来日を目前にして、心臓発作により死去。日本公演は、 サージョン・プリッチャードの指揮で行われた古典から同時代の音楽まで幅広いレパートリーを誇ったオーケストラのチェリストとしてもエルガーのチェロ競争曲の世界初演やシェーンベルクの室内公共曲第一番のイギリス初演などに携わっているピアニスト、指揮者のダニエル・バレンボイムはバルビローリはマーラーに 特別な共感を持っていたと述べており、バルビローリの演奏のおかげで、マーラーの作品がベルリンフィルハーモニー還元楽団にレパートリーとして定着したと述べている。客演したベルリンフィルハーモニー還元楽団の団員を感動させ、マーラーの公共曲第9番の録音を実現させたというエピソードは有名である。当時、バルビローリは EMI 専属で、ベルリンフィルは ドイツグラモフォンの専属だったため EMI がドイツグラモフォンからベルリンフィルを借りる形で実現した。また、ハレ還元楽団で録音したマーラーの公共曲第3番は有名なマーラー研究家デリック・クックが正規版発売を EMI に熱心に働きかけたと言われマーラーのすべての演奏の中でも最高の演奏の一つと言われている。 他のマーラー公共曲録音については、初期スタジオ録音やライブ録音を復刻させる動きがあり、現在第8番を除くすべての公共曲を聴くことができる。シベリウスについても素晴らしい録音を残している。ドイツ音楽については、ベートーベンの公共曲第3番、英雄、シューベルトの公共曲第8番、ザグレート、ブラームスの公共曲全集などの録音がある。 ジャクリーヌ・デュ・プレトのエルガーのチェロ競奏曲も名演誉まれ高い。また、オペラ演奏では、プッチーニの蝶々夫人が評価が高い。なお、バルビローリは、ヘンリー・パーセルの劇音楽、そしてバードやファーナビーらのバージナル曲からそれぞれ、組曲を編曲し、録音に残している。妻は、オーボエ奏者のエブリン・ロスウェル・バルビローリであり、妻のために、コレッリの主題による、 オーボエ競争曲、ペルゴレイジの主題によるオーボエ競争曲を作、編曲し、録音は CD 化されている。また、バンクーバー交響楽団とのハイドン、オーボエ競争曲の演奏とリハーサル風景がビデオ化されて入手可能である。ボーン・ウィリアムズの交響曲第8番を検定されており、1955年5月2日に初演を指揮した。他にも、 同作曲家の作品では、南極交響曲、中馬競争曲などを所演している。ありがとうございます。